ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回も面白そうなミームコインね、見つけてきましたので共有していきたいと思います。プレセール情報になりますので、有料のね案件になりますので、ご自身の責任でね購入するしないっていうのを判断していただければと思います。はい。で今回はですね、クリプトオールスターズということで、でここにですね、まあいろんなね有名なミームコイン並んでるんですけれども、これらをステーキングできるプラットフォームということのようですと。はいね、ちょっと詳しく見ていきたいと思いますけれども、プレセールでクリプトオールスターズを購入して稼ぐ最大の報酬額ということで、クリプトオールスターズはミームコインスペース全体を揺るがそうとしています。私たちは史上初となるミームボルトを開発しました。人気のミームコインを保管することでスターズトークンを獲得できるステーキングプロトコルです。スターズのプレセールは開催中です。革新的なミームボルトプラットフォームが世界に公開される前にぜひ参加して報酬を獲得してくださいということで、このクリプトオールスターズの中で使われるトークンがスターズというトークンなんですけれども、じゃあこのミームボルトって何ぞやということなんですけれども、ここにですね、はい、書いてありますね。ミームボルトとはということでクリックしていただくとこんな感じで開きますと、ミームボルトエコシステムスターズによって提供されます。ミームボルトはブロックチェーン上のミームコインと世界の関わり方を変える斬新的なイノベーションですと。はい。で世界初の統一ステーキングということで、革新的なミームボルトプロトコルはマルチトークンやマルチチェーンミームコインのステーキングを可能にしますと。つまり世界中のトップミームコインの保有者が一つの屋根の下に集められトークンをステーキングし、プラットフォームの重要な資産であるスターズを保有することでインセンティブを受けて報酬を得ることができるものですということで、要はですね、皆さんね、ドージコインとか柴犬とか、ね、ミームコイン持ってるかと思うんですけども、それをこのミームボルトっていうとこのシステムに、まあ、預けるステーキングすることによって、ね、当然多分ミームコインの、ね、報酬ももらえるし、かつこのスターズというね、このボルト、ミームボルトシステムで使われるトーク、まあ、両方ね、稼ぐことができると。で、このスターズをたくさん持ってれば持ってるほど、そのステーキング報酬が高いというような仕組みのようですと。はい。で安全かつ透明ということで、厳重な監査と実践テストが行われたこのプラットフォームは、技術的には ERC11SS マルチトークン標準をモデルとしています。ミームボルトエコシステムは多くのトークンをサポートし、効率性、適応性、無駄の削減、セキュリティのために設計されていますと。はい。で巨額の報酬の可能性ということで、スターズトークンを保有するだけでミームコインの保管者は大きな報酬を得ることができますと。さらにスターズの市場のポジティブな勢いとミームボルトプラットフォームの利用を促進するために、スターズを多く保有すればするほど報酬が増える仕組みとなっていますということですね。だからたくさん持ってるとね、ステーキング報酬たくさんもらえると。はい。でミームマーケットへの拡大、世界で最も人気のあるミームコインへの世界的な支持が高まるにつれ、スターズトークン、ミームボルト、そしてクリプトオールスターズのブランドも成長していきますと。この分野におけるイノベーター、そして先駆者として、スターズはこれまでに作られたミームコインのトップ10に入ることを目指すとともに、すべてのミームコインの保有者にさらなる実用性と価値を提供しますと、はい、いうことになりますね。なのでこのねプラットフォーム、本当に流行ればかなりね、このスターズっていうのも価格が上がる可能性があるということで、ね、ミームコインね、去年から今年にかけてかなり流行ってますけれども、それを、まあ、ステーキング、ね、できるプラットフォーム、このミームボルト、これがどれだけ、まあ、今後ね、知名度が上がって流行って使われるかと、使われれば使われるほど知名度が上がって、ね、よりこのスターズトークンの価値が高まれば、まあ、価格は上がる可能性があるということですかね。はい。で、まあ、ロードマップね、プレセール今やってますと。で、その後ローンチして、ね、あとはそのステーキング報酬を得るという感じになってますと。で、トークンのミックス、まずプレセールで 20%、で、このプレセールで購入した
人たちがステーキングして、そのステーキング報酬として、まあ、25% なので、多分ねプレセールで購入した人倍以上の、はい、ステーキング報酬もらえるんじゃないかと思います。はい、であとマーケティング 20%、 あとセックスデックスの流動性に 10%、 ミームボルトエコシステムに 25% ということで、このね 25% がどういうふうに使われるかですね。まあもちろんね、システムの開発とか維持のためのメンテナンスの費用として使われるんですけれども、これもさらにね、このプレセールのステーキング報酬とかに配分されると、もっともっとねステーキングすると報酬が高まるんじゃないかと思いますけれども、ちょっとねこの辺の使い方、はいね、エコシステムの強化としか書いてないので、はい、どういう風に使われるか次第ですかね。はい、で購入方法ね、いつものようにウォレットつないで、はいね、イーサリアムか、今回は BNB だけですね。はい、イーサリアムもしくは BNB での購入ということになりますと。はい、でこちらにねよくある質問ということで出ていますけど、まずねここですね、クリプトオールスターズとは何ですかということで、クリプトオールスターズとはこれまでに考えされた中で最も偉大なミームコインのプロジェクトですと。ペペやドージコイン、フロキ、モグ、ミレディ、ブレッド、ターボなど世界のあらゆるトップミームコインが一堂に集結します。これは世紀のミームコインイベントですと。はい、でこのミームボルトですね、ミームボルトっていうのはクリプトオールスターズによって開発された革新的なステーキングコントラクトですと。すべてのトップミームコインを一つのプラットフォームでステーキングできるようにしますと。これにより仮想通貨スペース全体が一つのプロジェクトに統合されますということで、ね、皆さんね持っているミームコインをこのミームボルトっていうところでステーキングできますよと、それを今ね作りますよということですね。でステーキングの仕組みなんですけども、クリプトオールスターズミームボルトネットワークのリリースにより、スターズ保有者は自分のミームコインをステーキングして最大の報酬を得ることができます。プレセール期間中に購入したトークンはすぐにステーキングすることができ、世界中の投資家が飛びつく前に豪華な報酬を獲得し始めることができます。現在の年間利回りパーセントをチェックして、お客様の報酬がどれほど大きなものになるかをお確かめください。プレセール購入者には大きなメリットがありますということで、この記載を見るともしかして、ね、例えば同時コインとかをこのクリプトオールスターズミームボルトにステーキングした場合はスターズがもらえるだけなんですかね。はい、自分のミームコインをステーキングして最大の報酬を得ることができるって書いてありますけれども、ね、ミームコインの報酬、例えば同時コインの報酬がもらえるんじゃなくて、同時コインを預けるとスターズがもらえるっていう感じなんですかね。ちょっとねこの辺がわからないので、このミームボルトっていうシステムがね動き出したら、まあ、検証が必要なのかなと思います。はい、でミームコインをステーキングするにはということで、世界のトップミームコインを保有している場合、クリプトオールスターズミームボルトエコシステムでステーキングして報酬を獲得することができます。あ、やっぱりあれですね、ミームコインをステーキングするとミームコインのステーキング報酬がもらえると。で最大のステーキング報酬を得るにはスターズを保有する必要があります。この仕組みによりミームコインスペース全体が一つのプロジェクトにまとまり、長期的にスターズを購入するインセンティブが高まりますということなので、まあ、やっぱり両方もらえるっていう理解でいいんですかね。ちょっとねここがやっぱりね、言葉だけだとわからないので、ね、このミームボルトエコシステムが動き出したら実際に、ね、検証してみたいと思います。はい、でミームボルトでステーキングできるミームコインということで、ここにですね並んでますね、ペペ、同時コイン、シバイヌ、フロキ、ベイスト、ブレッド、モグ、ミレディ、ターボ、トシーザキャットっていうんですかね、はい、コックイヌ、ポンクということで、まあ、結構ね有名な、はい、ミームコインばかりですね。これらが、まあ、ステーキングできると。で今後さらに追加される予定ですが、これらはミームコインエコシステム、ミームボルトエコシステムのリリース初日に利用できるようになりますということで、今回で今プレセールでこのスターズを購入して、でその後、ね、このミームボルトエコシステムっていうのが多分開発されてリリースされるので、まあ、結構先になるんじゃないかと思いますね。だから今はスターズという、ね、トークンをプレセールで購入して、まあね、保持しておく。で、このミームボルトが出たときに、こういったミームトークンをステーキングして報酬を得る。もしくはね、まあ、上場のときにどれくらい価格が上がるかっていうと微妙ですけれども、
多分ね、これはもう本当にスターズを購入してステーキングして、かつね、このミームボルトエコシステムが動き出したら、まあ、この辺のミームコインを預けることで、このスターズトークン、さらにね、報酬を拡大するっていう、まあ、そういうやり方が一番稼げるのかなと個人的には思います。ちょっとね、やっぱり現段階だとね、何が一番いいのかっていうのは私にも分かりかねるので、まあ、皆さんの方でね、はい、どういう出口があるかっていうのもね、合わせて考えていただけたらと思います。はい、でプレセールの購入方法ね、まあ、いつもと同じような感じですね。で、スターズの請求ですけれども、プレセール終了時に受け取ることができますということで、今回ね、購入しただけだと、ね、まずはお金をね、払うだけですと。で、プレセールが終わると、ここにですね、あの請求ボタンが出てきますので、そこでね、請求するっていう感じになると思います。はい。ということでですね、クリプトオールスターズ、次のビッグコインを追うのはやめましょう、ここにありますよということで、まあ、これがね、かなり期待できるコインだということなんでしょうかね。はい。でね、皆さんにね、ここ、しっかりね、理解していただきたいのは、ここですね。仮想通貨への投資はボラティリティの高いリスクを伴いますと、発生した利益にはお客様の許容時によってキャピタルゲインやその他の税金がかかる場合があるためご注意ください。仮想通貨の規制は居住する地域によって大きく異なるため、居住地の規制を必ず確認するようにしてください。十分な調査を行い、失ってもいい金額のみを投資するようにしましょうということでね。はい、もしね、今日このクリプトオールスターズ購入してみようかなと思った方はですね、ちゃんとね、暗号通貨っていうのはかなりね、変動が激しいですよっていうのと、あとやっぱりね、どうしてもこうビットコインの価格にね、引きずられることがあるので、まあ、このクリプトオールスターズね、上場するときにビットコインの価格が上がってればね、引きずられてクリプトオールスターズのね、価格も上がると思いますけれども、まあ、今みたくね、ビットコインがこう下がっているときに上場ってなると、当然ですね、上がり幅も少ない、もしくはね、プレセール価格割れする可能性もゼロではないので、まあ、そういったリスクもね、ご自身でちゃんと理解した上で、ね、購入していただけたらと思います。はい。で、今回ですね、私、このね、こういう面白い暗号通貨ありますよということで、皆さんにね、情報提供しているので、このクリプトオールスターズ、ね、これから絶対上がるから買った方がいいですよとか、まあ、そこまで言及していませんので、まあ、買う買わないは皆さんの判断になりますので、しっかりね、リスクを理解した上で購入していただけたらと思います。はい。あと一つで言い忘れたんですけれども、今ですね、ちょっと音声つないでないので、音聞こえないんですけども、ここですね、このスピーカーボタンを押すと、このクリプトオールスターズのなんかテーマソングですかね、ちょっとね、聞こえますかね。はい、こんな感じでやってますので、ね、もし、皆さん、ご自身のパソコンなりスマホなりで、はい、この音楽聞いてみていただけたらと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。